今回の街角ウォッチングは鳥取市鳥取藩主池田家墓所です。このビデオの撮影日は2021年10月5日です。鳥取市国府町奥谷の鳥取藩主池田家墓所に来ています。他に観光客はいません。人が映らないように気を使わず撮影できたのは久しぶりです。ここには鳥取藩の歴代藩主12代の墓があります。台石の上に木符が置かれ墓標が立っています。その他藩主の近くに正室や家臣といった人も葬られています。鳥取藩32万石を統治していた池田家の凄さがわかる墓所となっています。池田家は池田輝政姫路藩主が超有名です。その子供や孫たちが鳥取藩主を務めました。初代藩主は池田光仲です。ここの南隣に稲葉国一宮である宇部神社があります。これで鳥取市鳥取藩主池田家墓所の紹介を終わります。チャンネル登録をお願いします。